こんにちは、野口ゆかです。さて、今日はですね、なんで動画撮ってるかっていうと、私2年半ぶりに日本に帰国します。で、今ここオークランドのホテルなんですけど、これから飛行機に乗って、で約12時間後には日本にいます。その瞬間を、まあ、その何だろう、まあ、2年半ぶりに日本に帰るから、まあ、とにかくとっても楽しみで、家族に久しぶりに会うっていうのがなんかすごい不思議な感覚なんですよね。まあ、その瞬間を収めたいなと思って動画を撮ることにしました。ついでにオークランドの空港の様子とか、どんな感じなのかとか、そういうのも紹介できたらなと思います。国際線着きました。すごいたくさん人がいます。まだ朝の6時にもなってないけど、すごいたくさんいっぱい。チェックイン完了しました。今ちょっと早めに着いたので、今から国際線のお店とかいろいろ回ってみます。ニュージーランドのラグビーチーム、オールブラックスのお店があります。今はですね、アフレコしていきたいと思います。大根だ。いやー、これ美味しかったな。ニュージーランドで大根なんてほとんど食べなかったから、もうこの味の染みた大根がとにかく美味しかった。次は鮭だ。うん、これも美味しかったね。和食と洋食2つあったけど、もう断然和食派ということで和食チョイスしました。人は少ないんですけど、周りの目がちょっと恥ずかしかったです。まあ美味しかったから、もうどんどんパク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 食べてます。ね、次、あ、アイスクリーム、もう本当私ニュージーランドのアイスクリーム大好きで、もうここのブランドもすっごい美味しいんですよ。ニュージーのチーフパーサーの方から、野口ゆかさんですかってお声をかけていただいて、それでエアニュージーのヘッドホンなど、それからグッズをいただきました。もう感謝でいっぱいです。世界不思議発見の撮影を見てくださっていたみたいです。ありがとうございます。またまたアフレコしていきたいと思います。この照り焼きチキンがね、本当に美味しかったんですよ。今回の機内食の中でもダントツに好きでした。肉厚がしっかりしていて、味も美味しかったです。次、ブラウニー。これ有名なニュージーランドのブラウニーですかね。何回か食べたことあります。あとチーズクラッカーもありました。ニュージーランドらしいですね。あとはこれバターだ。うん、ニュージーランドのバターなのかな。到着しました。もう感動の瞬間ですね。日本に着きました。
ちゃめちゃ暑い。ああ、ミレーの鏡だね。はいはいはい。はいはい、久しぶりですね。久しぶりだね。久しぶり。久しぶりで。ちょっと大きくなったか？ちょっと背伸びた？ちょっと下、ちょっと見てみて。うん、ああ、すげえな。ひどいね、これ足、これはもう。久しぶり感がないんだけど。久しぶりじゃないね。あ、まあ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 。ほんと、うん。あの前回の空港の時にさ、じゃあまた3ヶ月後ねとか言ってやったよな。2年半になっちゃった。それが2年半になったね。でも全然2年半経った感じがしないんで。ああ、そうか。久しぶりの。あっという間だったね。あっという間だったね。いや、俺は結構あっという間じゃなかったけどね。長かったぞ、2年半。私一瞬だった。ああ、そっちはいいよ、もちろん。楽しかったから。ああ、楽しかったよね。Start to dance and I'm singing like, oh, I want something just like